あ皆さん、私は田舎町の小さな映画館、これまでたくさんの映画を上映してきた。そんな中から3回続けて元気の出る映画を紹介していこう。コロナでうつうつした日々に少しでも明るい笑顔を取り戻すきっかけになれば幸いだ。まずは1981年のロバート・アルドリッチ監督作品、カリフォルニア・ドールズ。女子プロレスを扱ったスポーツ映画の傑作だ。アルドリッチはオルドリッチと表記する場合もある。タッグチームのカリフォルニア・ドールズはそれなりに実力があり、ルックスにも恵まれているのだが、今一つ芽が出ない。映画は中盤まで彼女たちとマネージャーの土佐回りの日々を描き、最後に運命の大試合をたっぷりと見せる。実にシンプルで力強い構成だ。主役3人のうちマネージャーハリーを演じるのはピーター・フォーク。刑事コロンボでおなじみの名優だ。トレーナーとしても優れているが、要領よく立ち回れない意地っ張りで、どうしても損な方へ転んでしまう人間像が実にリアル。ただし活力と愛嬌はあり、ドールズで一山当てる夢は失っていない。ドールズの二人を演じる役者は本作に起用されるまでほぼ無名だった。金髪のモリーはローレン・ランドン、いかにもアメリカ的な元気のいいブロンド娘といったところだが、薬に頼ってしまう弱さや下積み生活で身についたシニカルさなども感じさせる好演。ローレンは翌82年、探偵マイク・ハマー、俺が起きてだ、で主人公の秘書、ベルダ役に起用され、その後は小規模な娯楽活劇で主役を張るようになる。茶髪のアイリスはビッキー・フレデリック。昔はハリーの恋人だった設定で、モリーより年長ということもあり、より早く売れなければという気持ちが強い。またハリーを分かってるがゆえに彼だけに任せられないという不安もある。それらが映画中盤での思い切った行動となる。枕営業で試合出場の権利を得るのだ。そんな複雑な役柄を見事に演じたビッキーだが、他に代表作もなく、現在では引退状態にあるのが残念だ。土佐回りの旅ではハリーが車のハンドルを握り、助手席にアイリス、後部座席にモリー、これがお決まりの位置なんだろう。ハリーは大好きなオペラを流し、おしゃべりを絶やさない。それに時折二人が口を挟む。走るのは華やかな観光地ではなく、誇りっぽい工業地帯。見ていると、ああ、このチームはずっとこんな感じで旅を続けているんだなぁ、という感覚が伝わり、3人への思い入れを深めることができる。ちなみに女子プロレスではなく、女性歌手の2人組とマネージャーの車の旅を描いた2019年塩田明彦監督作品さよなら唇は、車の中の3人の定位置が似ている上、車窓風景で工業地帯をも見せる。本作を意識しているのは明らかだ。キャラクター紹介を続けよう。主役の3人以外で忘れてならないのは悪徳プロモーターのエディ・シスコ。演じるのはバート・ヤング。業界に力がありながら、
ケチでスケベで傲慢で何かにつけてハリーと対立、同じスポーツものでもヤングを有名にしたロッキーシリーズのフォーリーとは正反対だが実に名演。登場シーン、美容椅子に寝そべってひげ剃りの後処理をさせながら肉肉しい口を聞くのは、うわぁ嫌なやつが出てきたという感じが出ている。フォークとヤングという二大名優の演技合戦の妙味をたっぷりと味わっていただきたい。エディが従えている用心棒ジェロームも面白い。こわもてだが実はお人よしなのが透けて見えるのがコメディ的なアクセントとなっている。演じるレニー・モンタナは元プロレスラーで、その体格の良さでゴッドファーザーなどの脇役に起用された。その他エディに買収されたレフリー役にリチャード・ジャッケルが起用されているのも熱心なアメリカ映画ファンには嬉しいところだ。アルドリッチ監督作品の常連なだけではなく、古くはヘンリー・キング監督の傑作拳銃王から数々の名監督の作品に起用された名バイプレイヤーだ。さてここまでの話だと元気の出る映画というのはちょっと違うのではと思われる方もいるかもしれない。実際中盤ぐらいまでは愛観の方が勝っている。ハリーが取ってきたドロレスの仕事をやらされてアイリスが怒り狂うところなど実に悲しい。喧嘩した二人がやがて抱き合うのを孤独に盗み聞いているモリーの姿も悲しい。だがこの映画はそうした人生の悲しさ、辛さをクライマックスでひっくり返してみせる。最後の運命の大試合がものすごいのだ。それはもう試合が始まるところからすごい。ハリーはチームに最高の花道を用意する。華やかな衣装を二人に揃え、子供たちの合唱隊を組織し、オルガン奏者を操って盛り上がりに盛り上がる選手入場を演出するのだ。それを指一本の合図で次々と繰り広げるのが、自分の力で人生最大の山場を演出しているように見える。音楽で雰囲気を作っていって、これ以上ないタイミングで入場させるのが見事だ。そしてたっぷりと繰り広げられる試合シーン、詳しくは言わない。その目で見てしっかりと体験してほしい。監督のアルドリッチは映画を面白くするためにやれることを全てぶち込んでいる。効果的な試合展開、体を張ったアクション、あらゆる角度から捉えるカメラ、ハリーのおしゃべり、煽るアナウンサー、ズルをする憎きレフリー、興奮する観客たち、タイムリミットのカウントダウン、テレビ越しに見る大物女子プロレスラー、映画のあらゆる要素が惜しげもなく投入されたクライマックスは、今まで生きてきた全てをこの試合に投入するカリフォルニアドールズの意気込みにシンクロする。人が生きることの価値を燃え上がる情熱で爆発させるクライマックス、これが観客を元気にするのだ。そしてこの映画を見てよかったという気持ちになれば、それはささやかながらも生きててよかった時間なのだ。思えばロバート・アルドリッチ監督は、人間が生きることの重みと娯楽映画の興奮を両立させ続けてきた人だった。
それが恐ろしい女の対決に転べば何がジェーンに起こったかとなり、充実した人生の勝利の時に向かえばカリフォルニアドールズとなる。そして本作でクライマックスを試合で見せる面白さを堪能した人は、ぜひ同じアルドリッチのロンゲストヤードも見てほしい。こちらのはアメリカンフットボールだが、やはり映画作りの手を尽くして盛り上げてくれる。この惜しみなき精神こそがエンターテインメントの尊さなのだ。さて、今日のお話はこれでおしまい。次回は何を語ろうかな。それではまた会おう。